こんにちは、カール爺さんと空飛ぶ家のカール爺さんの方です。今日ね、外にお ダンス動画を撮りに来たんですけど、シルバー安全シルバーっていう感じでね、とりあえず命の危険があるんですね。早いところこれ撮って帰らんと本当にねまずいので、今日は皆さんに外でダンスを踊ると、夏にこのやべえ時期に外でダンスを踊るのがいかに危険かっていうことをお伝えできればと思います。ヒカキンでした。はい、水分補給ガチ勢なんでね。水分補給ガチ勢は500ml とか軟弱なものじゃないから、2リットルガッツリ持ってくるから。あ、ちげ、これごめん、これ1.5リットル、ごめんだ、1.5リットルやった。バカがやることだ。はい、もうね、ピント直すのめんどくさいんでね、向こうに合わせたままなんで、このままピントがボケ太郎のままでいきますが、とりあえず終わりました、撮影。けど、あくまでも一つ目の撮影です。なんかね、ちょっとまだあとマルーン5で踊ったバージョンを撮ろうかなって思って、予定に組んじゃってるんですよ。後悔してます。もう一回踊らなければいけないことを後悔してます。助けてくれ、汗が止まらねえんだ。はい、ということで、お外で踊ってみた、いかがだったでしょうか。まあ、人体実験企画だったんですけど、実は昨日僕一回踊ってるんですよ、外で。その時めっちゃ日が照ってて、本当に熱射病みたいになって頭痛くなってるんですよね。もう頭痛いっつって、家に帰っても頭痛いと、ゲームしてても頭痛いと、寝ろよって話なんですけど、改めてみんなにね、外で踊ることがどれだけ危険かっていう動画を作ろうと思ってね、ここに来たんですよ。見てください、めっちゃ曇っとるやん。踊るにはいい日だ。まあ、本当はね、このカンカン照りの中で鮮度で熱した床でブレイクダンスしてみたっていう動画撮ろうと思ったんだけどね、曇ってるからしょうがないよね。そして今日踊ってた動画が夏のダンス宿題の動画でございます。この動画の次か、まあその次ぐらいにはアップされると思います。カズチャンネルではございません。まあ、けどね、日が出てないとはいえめちゃめちゃ暑いですよ。見てください、これポカリスエットね、もうこんだけしかない。これもう何だと思う、これね、ミキプルーンのない。そして僕はね、皆さんに謝らなければいい。おいガキ、何見てんだお前、お前の母ちゃん可愛いな。一つだけ謝らなければいけないことがあります。これね、何だと思います。これはね、一本満足バーの包み紙なんですけど、これ実は2枚あります。2個食べました。1本じゃ満足できなかったということでね、まあ、古代ローマからお送りしたんですが、最後に福岡県の、まあ、観光スポットを紹介して終わりたいと思います。はい、まずこれね、古代ローマって言ったんですけど、古代ローマのコロッセオっぽいただの建築物です。from Japan 福岡。そしてこっちがヤフオクドームね、福岡ヤフオクドーム、野球のプロのチームとかバンプオブチキンが来たりします。そしてこっちがヒルトン福岡シーホークホテルって言って、まあその野球のチームとかバンプオブチキンがね泊まったりするところです。そしてね、なんといっても目玉なのがあれ、ちょっとちょびって出てるでしょ、あれが福岡タワーです。お疲れ様でした。そんな感じでですね、福岡県すごくいいところなんで、皆さん来てください。僕は今からこの室内シューズの裏を拭いてですね、ちゃんと炎上しないようにね、お前この前これ外で履いて踊ってたけどまた室内で履いとるやんとか言って、炎上しないようにちゃんとねキレイキレイしてから帰りたいと思います。はい、でね、あと特に言うことはねえわ。お疲れ。あ、大事なこと言わせるってさ、僕は女子高生じゃなくても好きですよ。おい、ガキ何見てんだ、お前の母ちゃんもストライクゾーンだぞ。